で、ここでもうね、既存で結構文字があるので、うん、すごいね、いっぱいあるね、いっぱいあるんですよ、うん、すごいね、うん、はい、このインパクトっていうやつ、はいはい、かっこいいのでね、これかっこいい、かっこいいよね、うん、で、色も変えたいんですよ、うん、色を変えたい場合はこの塗りっていう部分だね、うん、部分を押したら結構こう色が何種類もあるので、うんうんうん、どのオレンジ、この辺の、うん、そうだね、オレンジ系だね、この辺か、うん、この辺のオレンジにして、うん、で、こうね、境界線っていう部分も選べて、うん、境界線の色も選べる、すごいよね、簡単だね、そう本当にめっちゃ簡単にこう、しかもさ、いろんなこう種類あるから、うん、自分のさ、好きな色でこうやってできるんだ、うん、調節しやすい、そうそうそう、しかもこうなんかベタ塗りグラデーションとかあって、いやね、外側の色をグラデーションとかにもできたりする、しかもこの境界線も増やせるんですよ、え境界線でさらに特にそう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 、えで、あーちょっとやっぱやだなっていう時はここチェックを外して、結構簡単にね、自分の脳内でやりたいことできるんだよ、うんうんうん、で、しかもこのね、フォーマットも変えられるのよ、うん、こう、斜めにしたりとかして、これは、これがブンブンバーナーで、かっこいい、で、カードを押したらこう、うん、影ができる、めっちゃかっこよいやんね、かっこよいよね、うん、シャドウを黒にして、いい気に雰囲気が出ました、うん、真ん中の方に、このお花をね、お花でこんな感じですかね、すごすごいすごいよね、だってなんかもうなんかちょっとオフィシャル感出てる、出てる出てる出てる、自分たちやってるのにオフィシャル感、そう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 、あと歌詞かっこよくしたいなと思って、うん、いつものごとく T でこうやってやって、うん、で、こういうこの人今からって言ってるので、うん、この人ね、そう怖い感じなんですけどをしたら、で、これで角度変えられるんです、すごい、で、でかくして、バチバチにね、動かしたいですよ、この文字をバーって、あー、文字ごとね、そう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 、このトランスフォームに位置っていうのがあるんで、うん、これで、で、こうやってコマンドずらしてこう、はい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 、こう、え？こう、マジで？こう、こうみたいな、道ではあるけど、うん、でも、え？で、すごい！感じできるんですよ。すごい、超簡単。で、まあ、こんな感じでやってたら結構素晴らしい作品が簡単にできるよっていう。うん、めちゃくちゃ楽しい。はい、じゃあ次はエフェクトですね。はい、はい、ということで、はい、あのこの操作方法を、はるかのことには知ってるんですけど、もーちゃんは何もあえて知らずに来ます。で、すぐに教えて、わかりやすくできるのかっていうのをちょっとやってみます、うん、はい。このままでもできるのか。そう。で、マホには一番大事なシーンのブンブンバーの炎をつけてもらいます。おー。こちらの炎、はい、あの取り組んである炎を下げます。こちらの炎、はい、を、V2 のところに持ってください。そうした、そうした。あれ？ここね。うん、はい。はい。え、すごっ。で、今のままだと私たちが見えない。これどうするんですか？ H1 のファイル、はい、炎のファイルをタッチ。炎のファイルタッチ。はい。で、そこで、カイテルが、カイテルがモードね。そう。カイテルがモードをスクリーンしてください。大体この辺でね、いろいろと編集ができるっていうイメージですね。スクリーン。スクリーン。はい。にすると、なんとまあ、おおすごい、近づいた近づいた、今のままだと結構 CG 感が出ちゃうので、この燃え上がりすぎてるこの色味をちょっと変えたい、はい、で、この不透明度、うん、不透明度、うん、こっちにのパーセンテージを好きなように下げる、ここで、はいはいはい、いきますよ、うん、あれ、おお、あ、ほんとだ、すごい、ちょっとね、薄めてね、こんな感じ、え、かっこよっ、うん、恐竜みたい、すごい、簡単、見てみよう、うん、はい、おー
分で分かるのができるっていう感じで簡単に。すごいね。なんか超細かいところまでさできるから、なんか自分のやりたいイメージの幅っていうの、なんかそういうのめっちゃ広がって、めちゃめちゃ理想に近づけるね。うん、自分たちでオフィシャル動画が作れちゃいます。すごいわ。しかも多分これがもっと時間をかけるほどクオリティの高いものがこの1個のソフトでできるって。本当そこなし。そこなし。すげえ。結構重い作業かなって思ってたのが正直な話なんだけど、まあ、知らない人にでもさっきみたいに2分ぐらいしか経ってなかったんだよ、教えたのに。できるからなんか楽しいし、なんかこんな機能もあるんだっていうのを。すごいいろいろ学べたから、うん、それをもっと使ってみたいなって天使になれるソフトです初めてこんなに今さっき教えてもらったのでこんなスムーズにできたから、うん、すごいなって思った、うんうん、感動的です。結構なんかできる幅が広いのに、うん、すごいやりやすくて、で自分が思ってたイメージしてた通りにできるっていうのがめちゃめちゃ感動しました、うん、特になんか今後クリエイティブの仕事考えてる人とかでも結構初心者でもやりやすいんじゃないかなっていうふうに思いました。私の通りね、うん、初心者でもちょっと言ったんですけど、うん、なんとアキセさんに嬉しいお知らせがあります。おー、なるか。アキセアドビクリエイティブクラウドはフォトショップ、イラストレーター、プレミアプロ、アクロバットプロを含む20以上のアプリを全て利用することが可能なコンプリートプランであり、学生そして教員なら通常価格から最大 69% オフの特別価格でご利用いただける特別プランがあるらしいです。え、最高じゃない？最高ですよ。最高ですよ。副業とかでも編集始める人すごいいっぱいいるから、確かに今チャンスなので学生の皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで